次に吉川はじめ君。吉川はじめ君。立憲民主党の吉川はじめです。早速質問に入らせていただきます。まあ、コロナということでこの2年間、外国からの入国者の数大幅に減少しております。で、まあ、その中でも2020年の4月から今年3月まで日本への留学の道、これはまあ事実上もう閉ざされていたと言えるのではないでしょうか。3月から段階的に入国制限が緩和され、なおかつ留学生円滑入国スキームによって一般入国枠に留学生枠が上乗せできる措置も取られてきました。 また今月の1日からは入国の上限が2万人にまで緩和をされております。ようやく在留資格を持つ待機留学生の受け入れも本格化しているわけですけれども、3月末の時点で待機留学生の数は約15万2千人と聞いております。で、まあ、官房長官からは入国制限の緩和から約1ヶ月が経過した4月12日の会見で15万人の待機留学生のうち3万人は入国したというふうにおっしゃっておられましたが、まあ、現時点でこの待機留学生どの程度いらっしゃるのか、また末松大臣も会見などで5月末までには待機留学生は相当程度入国できるのではないかとおっしゃっておられましたが、現状今どうなっているのか、また今後の見通しをお聞かせください。益子高等教育局長。お答え申し上げます。本年4月に文部科学省から4月から夏ごろまでの大学等における外国人留学生の入国希望者について調査を行いました。で、実数でですね、約9万人が入国を希望しているということを確認しているところでございます。これまでの留学生の入国状況につきましては、速報値でございますが、出入国在留管理庁より4月1日から6月1日までに約8万人が入国したと聞いておりまして、入国希望者数に対して相当数これまでに入国し、おおむね順調に進んでいるものと考えております。また直近では6月1日以降1日あたりの入国者総数の上限が2万人に引き上げられましたので、入国がさらに進みやすい状況になっておりまして、オンライン等で学習を進めていた待機者の入国も今後順調に進められるものと考えております。文科省といたしましては引き続き留学生の円滑かつ着実な入国を進めるために全力を尽くしてまいりたいというふうに考えているところでございます。吉川はじめ君。これ、入管庁の方に、調べていただいて教えていただいたんですけれども、この2年間の留学目的の新規入国者の数ですが、コロナ以前はだいたい毎年12万人程度の新規入国者があったものが、2020年は4万9748人、2021年は1万1651人ということで、大変大幅な減少になっております。で、まあ、報道ベースでしかわからないんですけれども、ここまで、減ってきたものと、ここまで留学生に対して厳しい入国制限を設けているのは、まあ、日本だけだというふうにも報じられております。で、ワクチン接種済みならば、隔離措置なしで留学生を受け入れている国が大半だという話も耳にいたします。そこで分かればということなんですが、例えばイギリスやドイツ、韓国など、このコロナ禍の2年間、留学生の受け入れ状況、どうなっているのか教えていただけますか。益子高等教育局長。お答え申し上げます。先生ご指摘のですね、イギリス、ドイツ、韓国の新型コロナウイルス感染症の拡大以降の入国制限につきましては、把握した限りでは、まずイギリスや韓国におきましては、コロナ禍においても留学生の入国制限はかけられてないというふうに聞いております。で、ドイツにつきましては、各国でのワクチン接種の進捗前は、各国の感染状況に応じまして、留学生を含む外国人の入国の制限がかけられておりましたが、各国でのワクチン接種の進捗後は、ワクチン接種証明書を有している場合などに入国が可能と聞いているところでございます。吉川はじめ君。まあ、
そういう形で各国、まあ、入国をさしているわけですけれども、これは、まあ、日経新聞の記事なんですが、例えばイギリスなんかでは、2030年までに留学生を60万人にする、まあ、国際教育戦略、これを19年に発表したんですけれども、2年後の21年、まさにコロナ禍において、達成をしていると。それから、ドイツでは21年には新規入国が7万2000人で顕著な増加が見られる。また韓国も2020年に9万人近い新規 入国留学生を受け入れていると、まあ、そういう状況がだというふうに報じられております。で、まあ、留学生の受け入れの制限がないという話も国によって違いますけれども、そういう国もあるということでありますが、見ておりますと、むしろコロナ禍で増やしているというところも各国あるようであります。で、まあ、関連して伺いますけれども、まあ、他国はコロナ禍にあっても今言ったように受け入れをほぼ正常化させておりますし、まあ、日本の場合、まあ、これからということでありますけれども、水際対策が有効ではないとは言うつもりはございませんし、まあ、特に初期の段階では一定の入国制限というのは合理性があったというふうに思います。ただその後、大体どういう状況なのか把握できた後、実際日本人が海外にいた方が日本に帰ってくるものと同じスキームで留学生を受け入れることは実は可能だったんじゃないかというふうに思います。で、まあ、日本人の場合待機していただくだとかいうことで、帰ってきていただくような状況だったというふうに思いますけれども、留学生の場合も短期滞在ではないわけですから、そういう形での受け入れというのは可能だったのではないかと。そこで伺いたいんですけれども、今後コロナこの先どういうふうになるか分かりませんが、仮に感染者数が増えていった場合、またその厳しい入国措置というものが取られるようになるのかどうか、まあ、これは文科省単体で答えられる問題ではありませんけれども、文科省としては、この留学生の受け入れ、コロナ禍における、どのように考えていらっしゃるのかを尋ねます。すみません、文部科学大臣。吉川先生にお答え申し上げます。外国人の留学生の受け入れというのは、もう外交上、教育上、研究分野の関係でも、さまざまな観点で大変重要であるという認識です。で、一方で水際対策につきましては、政府全体で、国、まあ、国内外のニーズや新型コロナウイルスの内外の感染状況、主要国の水際対策の状況等を踏まえながら、まあ、適切に判断されていくものであることから、まあ、私から今先生がお話しあったように、文科省だけでというお話があったように、私からその入国制限の是非についてのお答えは、まあ、差し控えておきたいと思います。まあ、文科省としましては、国内外の新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえつつ、留学生の入国を円滑かつ着実に進めるため、必要に応じて関係省庁に働きかけを行うなど全力を尽くしてまいります。今年の、まあ、2月3月頃というのは、慎重の上に慎重を期して留学生をぜひ、まあ、受け入れて やってほしいというようなことは、いろんな箇所で話もしたことは事実でありますけれども、まあ、ようやくというところでございます。吉川一君。先ほど言ったとおりですね、まあ、水際対策ということで、さまざまなやり方があると思うんですね。で、例えば日本人が帰国をする場合と同じような形で、例えば旅行とか短期滞在を目的にしている場合は、例えば1週間留め置かれると、それはもう全然例えば観光にしろビジネスにしろできないんですけれども、留学する場合というのは普通長期にわたって、当然1年2年3年と留学をしてくるわけですから、その前段で1週間、例えば場合に水際対策として日本人と同じようにできると私自身は感じておりますし、まあ、ぜひ先ほど留学生の受け入れというのはとても重要なことだというふうに大臣おっしゃられましたので、また政府の中でしっかり、仮にそうなった場合には留学生を受け入れられるようにしていただきたいというふうに思います。で、まあ、残念ながらこの2年間大変海外からの留学生減っておりまして、これは今後の日本の留学生受け入れにとっても決して良い影響は与えないのではないか。で、実際日本に行きたいと考えている人も、まあ、もう入国できないということで
留学、日本への留学を諦めたというようなことも報じられておりますし、日本に行けないから別の国に行くというふうにされた方もいらっしゃるというふうに聞いております。他方、国内の方を見ますと、留学生すべてとは言いませんけれども、多くの方がまず日本に入国して、その後、日本語学校に通って、で、日本語の力をもっとつけて、それで留学して、大学等に、あるいは専門学校等に行くという、そういうやり方、方法ということが多く見られます。で、日本語の教育に関わる関係団体、6団体が調べたところでは、2019年は3万8804人が新規入学者ということで、日本語学校に入られたと。ところが2020年は約半分になりまして、1万9798人で、21年、昨年ですけれども、わずか937人になっていると。で、調査した学校の数、320校ぐらい調査したそうですけれども、回答が得られたそうですけれども、320校で937人ですから、平均しますと、1校あたり3人に満たない人しか新規入学がなかったということになります。で、これはやっぱり、どう考えても経営が成り立たないというふうに思いますし、実際、この6団体の調査によりますと、3月の時点で、全体の 7% に当たる24校が事業継続不能、18% がの50に当たる57校は、留学生の受け入れが順調に進まない場合、3ヶ月以内に事業継続ができなくなる、そして 38% に当たる122校が、半年から1年以内に事業は継続できなくなる可能性があるというふうに答えております。この、6月1日以降、上限も2万人ということになり、スキームも作られておりますから、今後増えてはいくというふうに思いますけれども、経営が非常に厳しい状況には変わりはないというふうに思います。で、今ほど申し上げましたとおり、最初に門を叩くのが、この日本語学校という方はたくさんいらっしゃいますが、そもそも叩く門がなくなってしまう、そういう状況にもなっているのではないかと。で、こうしたことに対して、何らかのその経営の支援が私は必要なんじゃないかと思いますが、文科省としてはどのようにお考えでしょうか。末松文部科学大臣。先生、お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、私も日本語学校、神戸の東の方にある学校、住吉学校の国際学校ですが、行ってまいりましたけれども、大変な厳しい経営状況に置かれて、おられました。おそらくこの中の多くの先生方も、よく視察も行かれていると思います。で、長期にわたりまして、この入国制限の中、非常に厳しい経営状況であることを認識しております。これを踏まえまして、経営のその直接支援としましては、コロナで影響を受けた事業の継続回復を支援をします、事業復活支援金などの各種支援策を関係省庁と連携して、日本語教育機関に周知しているところでございます。また、直接の支援、経営支援ではないんですけれども、入国前の外国人留学生のオンラインによる日本語学習を支援する、オンライン日本語教育実証事業、令和3年度補正予算で計上いたしております。41億円です。ただ、本事業への参加を希望する日本語教育に対して、日本語教育機関に対しまして、公募を行っているところでございます。ただ、私も確認をしましたら、もうすでにそれは自分のところでもう環境整備済みですという、そういう話もありましたから、なかなか効率よくいっているかどうか、今、確認をしているところです。いずれにしましても、日本語教育機関は、我が国の留学生政策を支える重要な存在でありますので、文科省として関係者の声も伺いながら、留学生の円滑な入国に全力で取り組んでまいりつつ、こうしたさまざまな支援策を効果的に活用しまして、日本語教育機関の支援を進めてまいりたいと思ってございます。よろしくお願い申し上げます。吉川はじめ君。経営の支援、他のいろんなスキームを使いながらということでございますので、ぜひしっかり周知をお願いしたいというふうに思いますが、それと合わせましてですね、これ以前もこの場で聞かせていただいたことがあるんですけれども、日本学校の教師、教員の方々の処遇が大変
低いという問題は、これはコロナの以前から存在をしておりました。で、まあ、コロナの中で、まあ、実際生徒の数が、生徒が入ってこないということになりますので、そうしますと、非常勤の、まあ、つまり非正規の教員なんかはもう仕事がないから自宅待機という状況に置かれて、結果的にはまあそれじゃ生活できませんから、アルバイトをしたり、あるいはもう日本語の教師は諦めたというような方もいらっしゃいますし、またコロナ以前からの問題でた処遇が大変低いということで言いますと、正規であったとしても、いわゆる拘束時間を含めて考えますと、平均の時給が、まあ、例えば東京であれば、東京の最賃とほぼあまり変わらない水準だと。で、日本語の教師、我々は通常こうやって日本語しゃべってますけれども、しゃべることと教えることは全く別のものだというふうに思います。これも以前この場で紹介いたしましたが、例えば非常に簡単な言葉、象は鼻が長いという言葉があります。これはまあ子どもでも使う言葉です。で、この場合の係助手の和と、それから格助手の我、これは何が違うのか、おそらく我々私自身は説明しろと言われても説明ができない、そういう、だけれどもこの言葉自身はそんなに、なんていうんですか、高度な、と言いますか、子どもが普通に使う、動物園に行って使う言葉なわけです。で、こうしたものを、まあ、小学者の方、多分小学して初めて習う方なんかは、疑問に感じている方いらっしゃると思います。これに的確に、教授できる、そういう能力っていうのは、ある意味でスペシャリストであり、まあ、プロフェッショナルであると。そうした人たちの処遇が大変低いということは、やはり私は大きな課題だというふうに思いますが、大臣、この点についてはいかがお考えですか。末松文部科学大臣。お答え申し上げます。法務省の定める基準に合致しました日本語教育機関、いわゆる法務省公示、すみません、国示校の数は、令和2年11月時点で796機関となっております。で、これらの機関で勤務する日本語教師の数は、これはまあ文化庁の調査によりますと、回答があった637機関で、1万1463人となっておりまして、その内訳として、常勤教師数が3903人、非常勤教師数が7560人ということですから、非常勤講師の先生が 65% ということでありますから、実態として大変厳しいものを感じてございます。で、今後、在留外国人の増加が見込まれる中で、日本語教育のニーズはますます高まるところでありますから、日本語教師が将来のキャリアパスを描いて活躍できるように、養成、研修の充実を図ることが重要であると考えておりまして、文科省としましても、人材養成に関する事業を通じて支援に取り組んでいるところでございます。特に日本語教育の人材養成、現職研修カリキュラムの開発活用事業では、令和4年度で2億100万円の予算も計上いたしてございます。で、また先ほどお答え申し上げました、オンラインによる日本語学習を支援するオンライン日本語教育実証事業におきましては、日本語教師の人件費や教材開発費等も対象経費となっているため、コロナ禍におきましても、前向きな取り組みを続ける日本語の教員に対しましては、先生の気持ちは直接的だと思うんですけれども、間接的な支援効果もあるものとは認識をいたしております。引き続き支援に努めてまいりたいと思います。吉川はじめ君。それともう一点関連なんですが、今国会提出される、結局提出されなかったんですけれども、日本語教育施設の認定制度、あるいは日本語教員の資格創設のための法案、これがもともと準備をされていたというお話も少し伺っておりましたが、残念ながら今国会には提出されずということでありました。内容そのものをしっかり見ているわけではありませんが、見られているわけではありませんが、日本語学校の質の担保、あるいは教員の地位向上に貢献するものだというふうに期待をしております。ただ残念ながら提出されていないということですが、今後、この法案提出に向けた現状を教えていただけますか。末松文部科学大臣。吉川先生、お答え申し上げます。日本語に通じない外国人に対しまして、質の高い日本語教育機会の提供を行うため、日本語教師の新たな資格制度等に関する法案について検討いたしております。で、日本語教師の資格制度を創設することは、
日本語教師の質を確保するとともに、日本語教師の資質、能力を証明しまして、社会的な地位の向上を図ることが一番の目的であります。で、これまで法務省など関係省庁との具体的な連携のあり方について調整を行っておりまして、引き続き、まあ、これはもう速やかな提出に向けて検討を今進めているところでございます。吉川はじめ君、ぜひ大変期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。次に教科書について少しお伺いしたいと思います。一つ、質問飛ばしまして、時間がもうあまりありませんので、まあ、できれば答弁を端的にお願いしたいと思いますが、教科書の値段なんですが、私自身大変安いということで、以前もここで指摘をさせていただきました。で、最近の教科書というのは、サイズも大きくなって、またカラーページも増えております。ページ数も増えているという中ですが、実はそれに見合った価格の改定が行われていないという状況です。で、この問題、昨年1年前の当委員会、当時は萩生田大臣でしたけれども、あまりにも安すぎるのではないかというふうに指摘したところ、この金額じゃやっていけないんだという教科書会社は、結果として参入はできないということになるだろう、市場原理に合わせてそんなに心配はないんじゃないか、まあ、こういう答弁がありました。で、ちょっと乱暴な答弁だなというふうに正直思いましたし、その一般論としてですけれども、教科書というのはいろんな種類がある方が選択の幅も広がりますし、多様な教育も保障されると。で、逆に教科書の会社がどんどん減ってしまいますと、実際今この低価格ではやってられないということで、教科書会社はどんどん減ってます。で、そうなりますと最後一社になったら、これ事実上の国定教科書じゃないかというふうにも思います。この安すぎる教科書の価格、大臣、どのような認識を持っておられますか。末松文部科学大臣。義務教育で使用します教科書の価格につきましては、教科書無償措置法に乗っておりまして、児童生徒に無償共有を行うため、国費で負担をいたしているものであること、それと教科書発行者が教科書を安定的に供給できるように、適正な価格を維持する必要があることなどを勘案しまして、まあ、前年度の低下をベースに、毎年度物価指数の変動を勘案しまして、文科大臣が低下の最高額を告示はいたしております。で、また学習、今もご指摘あったように、ページ数が増えたら、当然、コストが上がるわけですから、どうかして当たり前だということなんですけれども、私としましても、先生と同じように、最後に1冊だけ残ってしまうような話っていうのは、これは、教科書で選択の幅がないわけですから、それ使えということになってしまいますので、ちょっと問題があると思いますし、まあ、それなりのですね、質を担保していく上では、当然、文科省の方も教科書会社の財務諸表も取っておりますので、ですね、適正な利潤をやはり、当たらないと、いい教科書もできないものであるという認識は私にもございます。吉川はじめ君。ページ数が増えているけれども、それに合わせて値段が上がらない。今、物価高で、ステルス値上げというのがあるそうです。同じ定価なんだけども、内容量を減らして、価格は上がってないように見えるけど、実は内容量が減っているという、だけど教科書についてはこれ、ステルス値下げ、になっていると、でしっかりこれは認識していただいて、改善をお願いしたいというふうに思いますが、今、少しお話ありましたけれども、原価計算、しっかり実は文科省やってないんじゃないかと。で、教科書について原価計算、最後に行ったのはいつですか。森審議官。お答えいたします。毎年の教科書の定価の改定につきましては、教科書発行者の直近4年間の決算額、これをもとに算定することとしております。いつやったかを聞いてます。で、この間の物価指数等を勘案しまして、毎年概算要求時におきまして教科書の定価を推計し算定しています。吉川はじめ君。原価計算ですよ。直近4年間のうんぬんかんかんとか物価を勘案して、計算していると言いますが、それは原価計算じゃありませんから。実際に紙がいくらで、インクがいくらで、編集費がいくらかかって、人件費がいくらかかって、そうしたものを含めた原価計算はいつやったのかって聞いてるんです。森学習基盤審議官。お答えいたします。教科書の原価につきましては、毎年度すべての教科書発行会社から損益計算書の違う、同じ答弁しないで、はい、
いろいろ最近ご指摘のありましたものにつきましては、生活化、これが創設された際に、新設強化であるということから、先生ご指摘のような原価計算を行っているという事実がございます。吉川はじめ君。じゃあ伺いますが、新しく小学校の等々の教科になっている道徳やあるいは英語小学校のね、それからそれ以外の教科書はいつやりましたか。森学習基盤審議官。お答えいたします。英語とご指摘がありましたが、英語につきましては中学校で、すでに取り組みが行われておりましたので、その中学校を参考に原価計算をさせていただいてございます。委員長。吉川一君。原価計算じゃないでしょ、それは。中学校の英語の教科書を参考にして価格を、作ってるだけで、原価計算ではないんです、それは。でそれ以外の教科書はいつですか、もともとのある教科書について。通告してますよ。森学習基盤審議官。お答えいたします。生活化については先ほどお答えしたとおりでございます。その都度いろいろと例えばその学習指導の見直しとか、新しい教科が入るとかさまざまな事情がありますので、その都度前に参考する例がない場合には、先ほどご指摘あった。最初の参考にするのをいつやったか聞いてるんですよ。最近の部分につきましては、先ほど申し上げました、生活化についてでございます。それ以外は、前年度、4年度の、4年間のその状況を勘案して、算定してございます。吉川はじめ君。いや、私が聞いてるのは、生活化であったような原価計算を、例えば他の小学校、中学校等々の国語、あるいは数学、算数、そうしたものをいつやったのかって聞いてるんですよ。答えてください。森審議官。お答えいたします。現在手元に資料は持ち合わせておりませんが、教科書制度ができたとき、そのときに委員ご指摘のような原価計算をさせていただいております。委員長。吉川一君。その制度ができたのは1963年です。その前後、おそらく1960年頃だというふうに言われています。そこからまともな原価計算やってないんです。去年に比べて、大体、いわゆるガスや電気がいくら上がったかっていうのを見て、それでそのまま弾いているわけです。で、もう時間がないので、私の方から紹介いたしますけれども、例えば生活化、1989年原価計算を行ったものについての値段は914円です。一方、1960年当時に原価計算が行われた国語、算数はそれぞれ409円、395円、それから先ほど新しい教科となった英語っていうのが、小学校の英語の教科書ですけれども、これについてはびっくりするんですが、349円、つまり原価計算をしないから、非常に不当に安い値段で購入をしている、これ、大臣、これでいいんですか。こういうやり方で、先ほど大臣は一社になるのはあまりよくないというお話でしたけれども、大儲けをする必要はないんですよ。だけれども、赤字が出ちゃうような値段の設定というのは、それはおかしいと思いますが、大臣、どうですか。森審議官。大臣。じゃあ、末松文部科学大臣。今、先生のお話も念頭におきまして、適正価格とは何かということ、先生、今、原価のことをおっしゃいまして、今、控えましたんで、その適正な利潤が生まれなければ、これはやはり教科書を作成してですね、その教科書会社が成り立たんわけでありますから、そこのところはしっかり受け止めていきたいと思ってございます。吉川はじめ君。教科書というのは、当然重要なものでありますし、しかもその値段がですね、例えば先ほど言いました英語、小学校の英語なんかは349円、スタンド式のかけそば一杯程度の値段しかしないと。でこれはね、やっぱりこれじゃ続けられないですよ。みんな教科書作ってる人たちは、その非常になんていうんですかね、我々は日本教の教育を支えているという強い
使命感を持って、それで、作ってるわけですけれども、だけども、こんな値段で買い取られたら、もうそれは続けられなくなってくる。で、私はね、しっかり原価計算すべきだというふうに思いますよ。でもうあまり、時間がないのであれですが、もう一点だけ、先ほど経営資料を集めていると、提出してもらっているという話がございましたけれども、その経営資料というのは、何をその経営資料の中で見ていらっしゃいますか。森審議官。お答えいたします。教科書定価の検討におきましては、教科書発行者から提出された損益計算書、これに記載のございます売上高、そして売上原価のうち教科書にかかる部分を参考とさせていただいているところでございます。吉川はじめ君。それはつまり、教科書の発行にかかる原価と、教科書の発行にかかって得られた、まあ、いわゆる収益、あるいは損失っていうのを参考にしているということでいいんですか。じゃあ次に、デジタルについてお伺いしたいんですが、あまりもう時間がないので、少し端折って聞かせていただきます。で、デジタル教科書なんですけれども、これ、ちょっと一つ飛ばしまして、動作環境、さまざまだというふうに思います。OS もいろいろありますし、それからブラウザーもいろいろあります。で、さらに、その OS やブラウザーもバージョンがいくつもあります。で、組み合わせると何十通りにもなるんですが、この動作環境の保障というのは今どういうふうになっているのかお答えください。森審議官。お答えいたします。現在実証事業で配布しているデジタル教科書につきましては、クラウドから閲覧する仕組みになってございまして、 OS の違いによる大きな影響は受けないものと等としては認識してございます。なお、プラウザにつきましては、実証事業を実施する際に発行者の対応状況を調査いたしております。この事業に参加するすべての発行者が一般的に利用される3つのプラウザすべてに対応できることを確認しているところでございます。文科省としては、そのデジタル教科書を利用する際の OS やプラウザについて、とりわけ指定してございませんが、各発行者のですね、考えに合わせて柔軟に対応できるようにしていきたいというふうに考えております。吉川はじめ君。もう一点、デジタル教科書についてなんですが、紙の教科書の場合は、きちんと保管すれば、いくつになってもその教科書を見ることができます。実際私の実家には、私は中学校時代に使っていた地図がいまだに残っております。で、当然、まあ、そういう何十年も後という話じゃなくても、例えば中学校の1年生の時に習った教科を中学校3年生や2年生になって、あるいは高校になって、もう一回ちょっとあれなんて書いてあったかなって振り返る、紙の教科書だったらこれちゃんと保存してれば可能なんですが、今お話しあったクラウド上で見るということになると、これなかなかその残ってなければもういられないわけですから、それはいつまでその当時習った教科書が残っているものなのか、また教科書、これはそこにいろんな書き込みをしたり、アンダーラインを引いたりできる機能がついているというふうにありましたけれども、そういう書き込みやアンダーラインを引いたもののデータも含めて、クラウドで何年程度見られるのか、保存する予定なのか、これについて教えてください。森審議官。お答えいたします。今年度、文科省の実証事業において、各学校に提供しているデジタル教科書につきましては、実証期間が1年という期間でございますため、教科書発行会社において、1年間の保存をお願いしております。他方、市販されているデジタル教科書の中では、例えば4年間使用できるものがあったりしておりまして、その場合は、各発行会社が判断して、4年の保存としているところと聞いております。ご指摘のありましたそのデータの保存のその期間につきましては、現在中央教育審議会で議論を進めているところでありまして、今回実施しております実証事業、また関係者のご意見を丁寧に聞きながら今後検討を進めてまいりたいと思います。吉川はじめ君。やはり、まあ、デジタル教科書の良い面もありますけれども、まあ、紙の教科書であれば半永久的に自分の手元に置いておけるものがクラウド上からも削除された、今の話だと実証実験だから1年、その後は4年とかいう話だとちょっと私は短いんじゃないかと
というふうに思いますし、学び直しができるような、そういう環境を作っていただきたいと思います。で、とにかくもうこれで最後にします。大臣、教科書の価格については、今後の日本の教育を支える大きな重要なインフラですから、持続可能な価格になるように、しっかり原価計算を行っていただく、再度行っていただくことを強く求めて質問を終わります。次に早坂厚